ケースファイル8、芸術に爆発を。壊滅的な犬の絵。男子諸君がじゃれ合ってるシーンっていうのがね、あ、男の子ってこういうもんだよなって思えて非常にね、微笑ましい。普段よりね、ナチュラル寄りのメイクをしてる勝村美香さんがね、すんごく可愛いなと思って。仕事一筋、ロンダース逮捕、ドルネロ、命、人の気持ちがあんまりわからない、理解しようとする姿勢が今まであんまりなかった。ユリが成長していく、変わっていくっていうのはタイムエンドの物語において非常に大切なストーリーなので注目してみていってください。囚人紹介タイム。ハイジャック犯ナブコフ、ドギークルーガーですね。ちょっと野暮なツッコミなんですけれども、鳥羽健二が描いてくれたユーリの絵、実物の方が何万倍も可愛いんですけどって思ったから、絶対私だけじゃないと思うんですけど、いかがですかね。うちの家族がタイムレンジャー放送当時見てた時は、ユーリもうちょっと可愛くねって。